今回は、早稲田実業学校中等部の入試問題になります。正方形があって、ここの角度が24度。そして、このあの角度を求めなさいという問題です。まずは、当然、わかる角度書き込んでいかないといけません。ただね、今回の問題、それだけでは解けないんですよね。 で、これとね、全くほぼ同じような問題っていうのが、いろんな中学校で出題されてますから、今回分からなかった人は、ぜひね、この解き方、しっかりと押さえておいてください。じゃあ、まず、分かる角度、図の中に書き込んでおきます。はい、まず一つ目、ここの角度ですね。ここの24度と、はい、錯角の関係、z 角の関係ですね。つまり、ここが24度と分かります。そして、 ここの角とここの角当然これは正方形の対角線 AC っていう線が引かれてますからここの角90度を半分ずつに分けてますなので45度45度と分かるはずですいいでしょうか他にもね分かる角度っていうのがあると思うんですがもちろんそれ書き込んでもらって OK ですただ角度を書き込むだけでは 今回のこのあのこあ角度出せませまんじゃあどうやってねこのあの角度出せばいいのかって言ったらこれはね大事なポイントがあるからしっかりと押さえておきましょう。ポイントはね等しい角そしてそれだけじゃなくってすことですそれをするとねあることに気付けるはずです。今回だと ここの45度、45度っていうのは当然等しい角としてわかりますよね。ただ、辺も必ず忘れずにチェックをしてください。例えば、この四角形、これ正方形ですよね。つまり、4辺の長さは全部同じ長さです。つまり、例えば、ここの辺とここの辺、同じ長さです。そしたら、皆さん、この図の中に、 特別な三角形が隠れててるるっていうううに気づけででしょうかそうですどこかっていうとはい今囲んだこの赤色の三角形同士です見てみるとこことここの辺同じ長さそしてここの角とここの角同じ大きさそして当然ここのね重なってる辺っていうのはね当然重なってるから同じ長さですつまり2つ辺が等しくて 角度も一個等しい。つまり、その通りです。合同になってるってことですね。はい、いいでしょうか。ということでね、この二つの三角形が合同になってるってことに気づくこと。これがね、この問題のポイントになります。これが気づけると、もう問題、簡単に解けます。じゃあ、ポイントのね、ここの空いてるとこも埋めておきます。はい、改めて今回の問題のポイントを確認すると、等しい角、そしてね、辺も忘れずにチェックをしてください。 それをすることで合同な三角形に気づけるということです。いいでしょうかそしたらね、この赤の三角形同士合同って分かれば、例えばここの B の角、そして、そう、こっちの三角形の同じ場所、ここの D の角ですね。こことここは同じ大きさになってるはずです。他にも、ここの角とここの角、この二つも同じ大きさですよね。こんな風に、 等しい角がねこんなな風ににかるようになりますそしたら皆さんこのバ×のうちどっちかの角の大きさ分かりますよねそうですはい今先生があれ青色で囲んだここの三角形見てください。これって24度そしてこの角は当然そうです90度の直角三角形ですよね。ということはその通りここの×の角の大きさが分かりますね。 180度から24度と90度を引いてください。引き算すると、ここが66度と分かるはずです。いいでしょうかということは、ここの×が66度と分かれば、当然、こっちの×も66度ですよね。はい、ここまでできたでしょうかそしたら、この後はね、もうあの角度、まあ、いろんな求め方があります。例えば、 はい、今先生がね、緑色でチェックした、ここの三角形見てください。そうです。ここが24度。そして、ここの角がアですね。そして、外側の角。外角の部分が、そう、66度って分かってるんですね。つまり、あと24度足したら、66度になるよっていう、そうです。いわゆるスリッパの形。スリッパの法則が使えますね。あと24足したら、66度だから、 あの角度はって言ったら、そう、66から24を引いてあげたらいいですね。ということで、あの答え、66引く24、計算すると、42度となりますので、今回のあの角度は42度ということです。いいでしょうかこんな風に角度を書き込んだだけでは、答えがわからない場合っていうのはね、ポイントで確認したように、等しい角度、そして辺にもチェックをするってこと。 特別なな図形を見つけけるきっかけになりますので絶対にあのこのポイントをしっかりと押さえておいてくださいそして最初に言ったようにいろんな中学校でもうこの形もうほぼほぼ同じ問題が向きを変えただけっていう形でよく出ますので絶対この解き方ね覚えておいてくださいということで今回の授業は以上です今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました